まあ、毎年やらせていただいてるんですけど、まあ、順番に書いていただいて、この後に写真と動画を撮らせていただきます。ポリノチのやつですよね。愛知支部3895のポリノチです。これ堀本の方がいいのかな。ポリノチ、ポリノチみたいな、ポリノチって言い出して、おい先輩だぞっていう感じなんですけどね。見ました。結構それの息子としてはネタにされるんじゃないかと、養成所の時からビビってました。ビビってました。はい、堀之内の息子ということで、はい、息子内ですか。誰ですか。誰ですかそれ。堀之内ジュニアじゃなくてですか。息子内です。息子内です。ちょっと息子内としてどういうことですか。どういうことですか。ちょっと質問が。息子内っていうニックネームを、はい、内側からちょっとあげようと思うんですけど。あ、いいんですか。ありがとうございます。使ってくれますか。はい、ぜひ。ありがとうございます。ないです。ないですね。ニックネーム、つい名前って呼ばれてました。あ、つい名前。はい、仕上げましょうか。なんで。笠間金融。笠間金融。はい。結構難しいですよね。ちょっと生放りするとこまでに、はい、考えておく。はい、お願いします。楽しみです。はい、お願いします。自分はバイクが趣味で大丸って呼ばれてました。大輔の大に人として丸で大丸です。大丸で覚えてください。いちいちこうやるの。どこにあんの。はい、手です。めっちゃ我慢ボーリーの YouTube チャンネルなんですよ。はい、そういうのもしっかりつけてるんで。はい、整まる。はい、やべえ、見たら止まる。無茶ぶりがすごいです。整まる。やってもう一回。整まる。じゃあ同じので整まる。あ、出ました。カチガマ。こっち違う。すいません。整まる待ちですか。整まる待ちです。大丈夫ですか。もらいました。もらいました。ありがとうございます。頑張ります。頑張ってください。私、頭が入りましたけど。やっぱり撮ってますよね。頼もしい3人が入ってきましたので。彼、彼のものでよろしくお願いします。もちろんです。全然僕声かけられないです。出たいのにな。全然声かけてくれない。カチガマそんな言ってるとすごい感じが。本当に11月はもうこの子たちメインなんで。まあ、もう僕らは僕らも一緒にデビュー戦一緒に斡旋されてますので、演者です。陰ながら頑張ります。勝ちがまポーズで。勝ちがまガッツポーズダメですよ。何すか。どっちを見ればいいですか。こっち。はい。厳しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
1169愛知支部堀本翔太です。自分の意気込みは、1年間無事故で一走でも出走回数を増やして経験を早く積んでレベルを上げたいです。デビュー戦は11月6日からガマゴーリであります。応援お願いします。勝ちガマ、ありがとうございます。登録5166号の愛知部中道大輔です。一走でも多く走り船券に貢献できるように頑張ります。デビュー戦は11月6日から10日のガマゴーリです。応援お願いします。勝ちガマ、応援してください。ご意味がすごい。5159番笠間健也です。最初からお願いします。登録5159番笠間健也です。無事故を完走して少しでも出走回数を多く走り経験を積んで少しでも上手くなるように頑張ります。勝ちガマ、デビュー戦は11月13日からの常滑でお願いします。ありがとうございます。じゃあ最初はちょっと間違えたことを使おうので、え勝ちガマあるわ。